皆さんこんにちは、八重洲ブックセンターに来ています。本日はですね、本棚もいろいろお家の中で紹介させていただきましたが、実際に本屋に行って、普段どんな風に本棚を見てるかとか買い物をしてるかとか、そういったものを、一緒に見ていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ早速中に行ってみましょう。大型書店いいですね。上がりますね。声出して笑っちゃうから面白いですね。勢いがすごい。まずは、8階ですね。ここからずっと、8階から1階へどんどん見ていきたいと思います。そういえばスパイファミリー4巻までしか買ってなかった。7、8、9、 OK、 行きましょう。ここら辺もありますね。うちに戦争は女の顔していないの、あ、3巻も買ってなかったわ。あ、ベルセルク、あれ？これ買ったっけな。ついこの間、続編を、彼のお弟子さんと親しかった漫画家の方が書かれるという発表があって、すごい楽しみになってます。ベルセルク、あ、少女漫画もね。わあ、キラキラしてますね。ミステリーという流れで最近ドラマ化されましたが、その方の田村美さんのこのセブンシーズとかバサラもめちゃくちゃおすすめです。もう本当に大好きです。結構セブンシーズもバサラもかなりアクションという か冒険活劇なので、こういうミステリーみたいな、なんかすごい淡々とした漫画っていうのがこの作品ではすごい新鮮でした。新刊もチェックしたいですね。これね、めちゃくちゃ面白いのでネットで読んでるんですけど、ちょっと買ってみます。声出して笑っちゃうから面白いですね。勢いがすごい。じゃあ、ちょっとじゃあデッサンとかファッションとかもチラチラと見てみましょう。あ、これちょっと気になるな。この新しい幼少期の教科書、その食器の世界っていうんですかね、なんかちゃんとこういうなんか歴史とか何を意味しているのかとか、誰が使ってたのかっていうのがこういうのを読んで勉強したら分かるようになるのかな。すごい分かりやすそうですね。うん、気になる気になるという、あ、合わせやすいな、いいですね。大好きですこの表とかの浮世絵なんですけど、幕末ではなく大正昭和とか、本当に綺麗なんですよね。ここで出会ったが何かの縁か、君は買っちゃうかな、ちょっと買っちゃうかな、せっかくだし。さ、ちょっと幼少期はちょっとステイだな。もう一つ下の階行ってみましょう。7回専門医学、福祉科医学、教育心理、語学、辞書、辞典ということで、まあ、語学とか教育かな、ちょっと気になるのは。行ってみましょう。
今ね、フランス語を勉強してたりするから。あった。おー、すごい、結構いっぱいあるぞ。あー、今度のフランス語検定も受けるんですが、玉砕覚悟です。あ、これもね、買いましたね。可愛いんですよね、なんかフランスの幼稚園の子とか書いてある。よいしょ。これを、同じ作者の人なんですけど、これの買ったので、ちょっとこのシリーズ、これもちょっともう一回読んでみたいなと思います。ここがありましたね。よいしょ、はい、カゴに入れました。じゃあ次の回は、あ、ここは児童書ですね。ここはちょっと楽しそうだな。これね、私この間、日本の歴史シリーズ、紹介させていただきましたが、ちょっとね、世界の歴史もあるのがすごく気になりますね。ここは結構絵本ですね。絵本もまだ読むんですけど、本当に最近、あ、この辺りかな。あ、わかったさんシリーズだ。池を全部オレンジゼリーにしちゃったみたいなのがすごい好きでしたね。迷いますね。でもこういうのもね、また今度連れてきてあげてね、選ばせてあげるっていうのもいいですよね。好きな料理のコーナーです。美味しいホットケーキとかそういう風ないかな。ホットケーキちょっと引きで。あった。パンケーキ、毎週日曜日にパンケーキをほぼ必ず焼くんですが、これね、いろいろ奥が深いんですよね。なんか綺麗に美味しくもちもちと焼きたいと。でも経験を積むしかないかな。山ほど山ほど毎週毎週作り続けた方がいいかな。はい、わ、日本文学、そうですね、5回日本文学です。なんかね、積読が多いからちょっとここら辺は気になるけど、ありゃありゃ、アラミスと呼ばれた女、私の大好きな本で、いつか映像化されないかなと思ってるのが、オリュー一途というタイトルに解題されてますね。というわけで、これおすすめです。すごくおすすめです。いつかやりたい。浅田次郎さん読みたかったので、これ買いました。ドラマとか映画の作品の中に入ってると、なかなか作品に、他の作品に意識を飛ばせないので、その間パタッと小説が読めなくなるので、今ね、ドラマ一段落したので、なんか読みたいなと。買います。
気分の食卓。これも書きます。これもね、北条記もこの間ね、漫画で読んだんですよね。あの日本最古の災害文学ですね。三宝少女もこれ読みました。あとね、これも面白かったですね。レター教室とか、これも棚内。いや、もうね、こんなんここで買うならまだ読みなさいよって本はね、家に山ほどあるんですけどね。ここは哲学とか歴史とかですかね。はい、疲れてきたので大体全部ずーっと見てると結構力尽きちゃうので、さあとりあえずじゃあまずどうぞ下行っていきましょう。さあ1階に戻ってきました。これねめちゃくちゃ名著なので、建築の本なんですけど、全部関西弁で書いているっていうのもね、聞き書きなんですけど本当に面白いです。これはこれも面白いですよ。阿部の本、阿部公募、映画も面白かったなこれ。はい、じゃあお会計をしたいと思います。よいしょ。はい、23点です。はい、というわけで、よいしょ、買いました。毎回こんなたくさん買ってるわけではないので、ぜひ誤解しないでください。今日は久しぶりに大きな本屋さんに来たので、自分へのご褒美ということで、たくさん買いました。多分これ今年1年分ぐらいかなって感じです。漫画もね、またおいおい買ったりはすると思うんですけど、これからちょっとおいおい読んでいきたいと思います。